グランアリーナへようこそ。はい、二人分お願いします。本戦は明日から3日間ございますが、どの日になさいますか？本戦？あの、明日からではなくて、今行われている予選の試合が見たいんですけど。あら、失礼しました。もう半分以上試合は終わってしまったと思いますけど、それでも構いませんか？あ、いいですいいです。それではお二人分を合わせて1000ミラになります。わ、結構するものなのね。確か生誕祭の武術大会は割引されると聞きましたけど。大変申し訳ありません。今年はそのいろいろと例外措置が取られているみたいでして。そういうことなら仕方ないか。千ミラと。毎度ありがとうございます。それではチケットをお受け取りください。グランアリーナの入り口は左手正面にございます。そのチケットを入り口の係員にお見せください。現在当アリーナでは武術大会予選試合が開催中です。ご入場の方はチケットをお出しください。はい、結構です。それではお入りください。うわー、これまた豪華な広間ね。ここは玄関ホールだね。どうやら観客席は2階にあるみたいだ。うん、行ってみましょう。すごい熱気だね。予選からこの数っていうことはかなり大きなイベントみたいだ。予選試合どこまで進んでいるのかな。お待たせしました。これより第7試合を始めます。は、始まったみたい。それじゃあどこか空いてるところに座ろうか。警備隊第2連隊所属パウル少尉以下4名のチーム。あれ、試合って1対1じゃないんだ。うん、団体戦だったみたいだね。僕の記憶だと確か個人戦だったはずだけど。来た、赤の組、遊撃士協会グランセル支部グルツ選手以下4名のチーム。あ、カルナさんたちだわ。危なく見逃すところだったね。これより武術大会予選第7試合を行います。両チーム開始位置についてください。双方構え、勝負始め。
my art. Become hard as steel. My art. Be calling as ocean waves. あり、赤の組クルツチームの勝ち。やったー、すごいわカルナさんたち。うん、いい勝負だったね。軍人たちもいい動きだったけど、連携攻撃と役割分担のうまさで遊撃士チームには及ばなかったな。うんうん、戦い方の参考になりそうね。いやー、なんというかこう、武術家としての血が騒ぐわね。お城に行くのは後回しにして、最初の方の試合が見たかった。気持ちはわかるけど、そこを我慢するのが一人前の遊撃士じゃないかな。すんだ、どうせ半人前ですよーだ。続きまして、これより第8試合を始めます。なお、この試合をもちまして予選試合は終了となります。南青の組チームレイブン所属、ベルフ選手以下4名のチーム。あの連中、ルーアンの倉庫街にいた不良グループのメンバーだね。なるほど、普通の民間人にも開かれている大会なのか。はあ、場違いもいいとこだわ。戦闘や武術のプロが集まってるのに、あんな連中がかなうわけないじゃない。来た、赤の組。隣国カルバル共和国出身、武術家ジン以下1名のチーム。ジンさん、また知り合いか。世間は狭いって感じだね。でも一人で出場なんてさすがに不利だと思うけど。確かに、いくら相手がチンピラでも囲まれちゃったらまずいかも。選手は今回の予選でメンバーが揃わなかったため、1名のみでの出場となります。著しく不利な条件ではありますが、本人の強い希望もあったため今回の試合が成立した次第です。皆様どうかご了承ください。これより武術大会予選第8試合を行います。両チーム開始位置についてください。双方構え、勝負始め。
勝負あり。赤の組、仁選手の勝ち。ヒャッホー、さすが仁さん、圧倒的。余計な心配だったみたいだね。あの巨体で動きも速いし、技のキレも凄まじいものがある。たださすがに本戦になったら1対4は難しいとは思うけど。確かに。ただいまの試合をもちまして予選試合は全て終了となりました。本戦出場チームは8組。明日から3日間にわたって開かれるトーナメント戦で優勝チームを決します。それでは最後に大会主催者であるデュナン公爵閣下から挨拶があります。ぬはん、親愛なる市民諸君よ、本日はわざわざの観戦ご苦労だった。私は残念ながら政務で忙しかったため前半の試合を見逃してしまったが、後半から見た試合はどれもレベルが高く非常に楽しませてもらい、また興奮した。最近テロ事件に陛下の健康不調と深刻なニュースばかり続いているが、だがどうか安心してほしい。陛下から政務を託されたものとして、このデュナン・フォン・アウツレーゼ、身を粉にして諸君らの期待に応えよう。そしてこの武術大会の活気が諸君らの気持ちを明るくするのに役立ってくれればと思う次第である。明日からの本戦をどうか楽しみにしていてほしい。あの公爵さんにしては言ってることがまともすぎる。多分情報部のスタッフが文面を考えているんだろうね。おお、そうだな。大会の優勝者には賞金とは別に私からプレゼントを用意しよう。かっか、勝手に用意しろですか。うるさい、黙っておれ。私の気前の良さを見せるいい機会だ。そのプレゼントとは、3日後にグランセル城で行われる宮中晩餐会への招待状である。陛下は残念ながら出席されないが、各界の名士が集う最高の晩餐会だ。王侯貴族にのみ許された最高の料理ともてなしを約束しよう。今日勝ち残った出場者はどうか励みにして頑張ってほしい。ねえヨシオ、カルナさんたちに会っておいた方がよくない？うん、僕もそう思う。彼らが優勝できたら正々堂々とグランセル城に入ることができる。例のことを女王陛下に伝えるチャンスだってあるかもしれない。そういうことだね。うん、博士の依頼を他人任せにするのは嫌だけど、こだわっている場合じゃなさそう。
僕は依存ないよ。まだ帰ってないかもしれないし、選手用の控室に行ってみようか。うん、そうね。確かカルナさんたち北側のゲートから出てきたっけ。うん、いるとしたら北の方にある控室だと思う。よう、ひょっとして試合を見に来てくれたのか。はい、ちょうど先輩方の試合を見ることができました。すごくいい試合でしたね。ありがとう、そう言ってくれると嬉しいよ。今回はいきなり団体戦に変更されたから戸惑ったがね。本当に焦りましたよね。私たちはまだいいさ、なんとかメンバーも揃ったんだ。ジンの旦那なんか正直困ってるんじゃないかね。あ、カルナさんたちもジンさんの知り合いなんだ。ま、知り合って間もないけど名前だけは知っていたからね。不動のジンって言って共和国じゃ有名な遊撃士なのさ。どうやら武術大会に出るためにリベールにやってきたらしいが、さっきも言ったように大会が個人戦から団体戦にいきなり変更されてしまったんだ。これが例の公爵閣下の思いつきだったらしくてな。で、ジンの旦那は仕方なく一人で登録する羽目になったわけさ。そうだったんだ。まったく、あの公爵ってばろくでもないことばかりするわね。違いない。しかしこのまま彼の実力が発揮されないのは惜しすぎる。だな、無名でもいいからある程度戦えるやつがいれば。お？おや？うん、いいかも。ん？なんなの、まじまじと見ちゃって。いや、ものは相談だが、君たちジンさんに協力して本戦から出場してみないか。本戦からの参加ってそんなの大丈夫なんですか。まあ、いきなり個人戦から団体戦に変更されたわけだからね。ルールも固まっていなくてある程度の融通は効くらしいのさ。ジンの旦那も遊撃士の助っ人が他にいないかエルナンに頼んだみたいだな。ただシェラザードは忙しいらしいし、アガットのやつとは連絡が取れない。他の連中も似たようなもんらしいぜ。カシウスさんに至っては国内にいないみたいですからね。まあ、あの人とジンさんが組んだら反則っていう気もしますけど。我々程度では万が一にも勝ち目はないだろうな。そういうわけだから前向きに考えてみたらどうかな。今日中にジンさんと決めれば明日の選手登録に間に合うはずだ。おっと、長話しすぎちまったようだね。それぞれ依頼も抱えているし、私たちはこれで失礼するよ。バイバイ、新人君たち。試合場で手合わせできるのを楽しみにしてるぜ。
どうしよう、エステル。仕事の相談をするつもりが変な話になっちゃったけど。エステル、大丈夫？来た来た。そうこなくっちゃ。ああ、エイド様、大いなる加護感謝いたします。エステルが壊れた。考えてもみなさいよ、武術大会に出られるのよ。困ってるジンさんに協力できる。私たちは城に堂々と入れる。ついでに白熱したバトルもできる。これぞまさに一石三鳥。そんなに出たかったのか。まあ優勝できると決まったわけじゃないけど、僕たちの手で依頼を達成できる可能性が出てきたのは嬉しいな。ううん、なんといってもそれが大きいよね。こうしちゃいられない。早速ジンさんに頼んでみるしか。ところでジンさんがどこにいるのか知ってるのかい？そういえば。まったくもう、ちょっとは落ち着きなよ。とりあえずギルドに戻ってエルナンさんに報告しておこう。彼だったらジンさんがどこにいるかも知ってるはずだよ。なるほど、確かにジンさんから遊撃士の助っ人は頼まれていました。あなたたちは博士の依頼があるのであえて紹介はしなかったのですが、公爵閣下の気まぐれのおかげで依頼と大会が重なったわけですね。結果的にだけど公爵のわがままに助けられちゃった。武術大会への参加、エルナンさんはどう思います？そうですね、打てる手は全て打っておくという意味では試してみる価値はあると思いますよ。クルツさんたちに相談するのは彼らが優勝した時でいいでしょう。あなたたちは全力で挑戦してみてください。やった、そうこなくっちゃ。早速だけどジンさんがどこにいるのか教えてくれる？普段はこの建物のすぐそばの酒場にいるみたいです。あとオートでの滞在先はカルバード大使館だそうですよ。なるほど、ジンさんの祖国の大使館ね。共和国大使館はアリーナと同じ東街区にあるはずだよ。あとそこの酒場も覗いてみた方が良さそうだね。うん、オッケー。ああ、そういえばあなたたちはオートに滞在中どこに泊まるおつもりですか？多分ホテルになると思うけど。確か王国最大のホテルが北街区の方にありましたよね。ええ、ホテルローエンバウムです。差し支えなかったら私の方で部屋を取っておきましょうか。ミラもオート支部が持ちますよ。さすがにそこまでしていただくわけには。博士の依頼についての必要経費として認めましょう。このくらいしかできなくて申し訳ないのですが。うん、とても助かっちゃう。そういうことならお言葉に甘えさせてもらいます。では私の方からホテルに予約を入れておきましょう。夕方以降フロントで名前を言えば部屋に案内してくれるはずですよ。ジンさんの滞在先は東街区にある共和国大使館です。普段は酒場にいるようなのでそちらも覗いてみた方がいいかもしれませんね。
酒場は北側の通りを挟んで向かいになります。やあ新人君たち、ジンさんは見つかった？君たちと戦えるのを楽しみにしてるからね。Thank you.
オート・グランセル、テロリスト事件があったにもかかわらず街はとても賑やかですね。早速研究を始めたいのですが、街の見物もしたいですし弱りましたね。
Thank you.